はい、こんにちは。音楽活動戦略コンサルタントの大関裕樹です。私はミュージシャンが好きな音楽をより自由に長く続けることができる新しい音楽活動の形を提案させていただきます。そしてこれがこれからのインディーズスタンダードとなることを確信しています。ブランディングやプロモーション、キャッシュポイントの構築を目的としたネットインフラを整備し、音楽活動を続けるための時間とお金を生み出します。音楽活動を続けるには時間とお金が必要です。それがこれからのインディーズスタンダードでは可能になります。生み出した時間とお金をさらに音楽活動に投資することで発展も期待できるでしょう。素晴らしい音楽が埋もれないために私はミュージシャンを応援させていただきます。